原始怪獣原悪、原始怪獣原悪、原始怪獣現る、ザビスト・フロム20、レイレレ・レイ・ファスアムズは、1953年に制作されたユージーン・ルーリー監督によるモノクロ特撮怪獣映画。制作は、アメリカ合衆国のワーナー・ブラザース映画。核実験で現代に蘇った恐竜と人間との攻防を描き、 映画史上初めて核実験の影響を受けた怪獣が登場した作品のタイトルでも知られる。核実験で蘇った巨大な怪獣が都市を襲撃するという本作の設定や特撮技術はゴジラ1954年など後世の作品にも大きな影響を与えた。北極圏で核実験が行われる。様子を見ていた物理学者のトーマス・ネースビットは 繰り返される核爆発がどのような結果をもたらすのか今は誰にもわからないだろうと予言じみたことをつぶやく。その翌日野外調査に向かったネスビットは核実験でひび割れた表現で巨大な生物リドサウルスを目撃する。しかし恐竜を見たと訴えても周囲の人には信じてもらえない。リドサウルスは北アメリカ大陸東海岸を南下し、 グランドバンクス、ニューファンドランド島沖の大魚場とマーケットで漁船をメイン州で灯台を襲撃する。生き残った漁師の一人がネスビットと同じ恐竜を目撃したと証言し、以後、ネスビットは古生物学者のサーグット・エルソン教授と助手のリーハンターと行動を共にするようになる。エルソンは、リドサウルスは同種の恐竜の化石が最初に発見された。 ハドソン川流域に戻ろうとしているのではないかと予想し、ハドソン川の河口の海底国を潜水省で捜索する。予想通り、リドサウルスが現れたものの、リドサウルスは潜水省を沈めてマンハッタンに上陸する。リドサウルスは市街地で暴れ回り、数百名を死傷させる。駆けつけた軍隊は、リドサウルスを電気柵で足止めし、バズーカを命中させて、 海に追い返すが、リドサウルスが撒き散らした血液は謎の病原体を含んでおり、さらに多くの人が感染症の犠牲になってしまう。血液を流出させずに、リドサウルスを倒すため、ネスビトは新兵器アイソトープ弾の使用を提案する。一方、リドサウルスは最上陸を試み、コニーアイランドの遊園地を襲撃する。軍隊の狙撃手のストーンゴチは、 アイソトープ弾を装填したグレネードランチャーを携えてリドサウルスと対決しバズーカの傷跡にアイソトープ弾を撃ち込むことに成功するリドサウルスは悲鳴を上げてのたウチマールがついに地面に崩れ息絶えるのだった原作は1951年にレイ・ブラッドベリが執筆した短編小説無敵特撮部分をレイ・ハリーハウゼンが担当している 制作人は、著名だった、ブラッドベリー作品の映画化を企画し、早期に映画化の権利を取得した。映画の宣伝には、ブラッドベリーの名前が広く使われ、サタデイイブニングポスト掲載のレイブラッドベリー作品と、クレジットされている。プロデューサーのジャック・ディーツと、ハルチェスターは、キング・コングのヒットに影響を受け、そこから、核兵器の影響で突然変異を起こした。 巨大生物という構想を膨らませていった。本作のヒットにより、ゴジラ、放射能 X、怪獣ビヒモス、怪獣ゴルゴなど、放射能の影響を受けた巨大生物が登場する怪獣映画が数多く制作された。また、2008年公開のクローバーフィールド、破壊者には本作の映像が使用されている。北極のバフィン1で眠っていた1億年前の4。 足型巨大生物。体長は60.96メートルで、体重は500トンとされる。肉食であり、劇中では警官を捕食している。氷河に眠っていたが、アメリカ軍が行った水爆実験で氷が溶け、目を覚ました。劇中の設定によると、ニューヨーク沖の海底峡谷で同種のものとされるかが見つかっており、かつての生息地であるニューヨークに上陸したとみられる。 頭蓋骨は分厚く機関銃による銃撃にもびくともしない。血液に未知の細菌が含まれているため、迂かつな攻撃はできない。水中を自在に泳ぎ、多くの漁船を破壊、エルソン教授を乗せた潜水症も沈めた。最後はコニーアイランドにてアイソトープ弾を撃ち込まれ絶命した。登場する恐竜と応募式巨大生物は原作では、 灯台のサイレンに反応して現れたとされているが、映画では水爆実験によって復活したと、設定が変更されている。夜の灯台を怪獣が破壊するというシーンに、原作の名残が見られ、それが本作の名場面にもなっている。映画題名では、野獣、ザビスと、劇中では、エルソン教授以外は、恐竜、怪獣と呼んでいた。後年の、 恐竜の惑星、1978年には、リドサウルス風の恐竜が登場する。原作ではブロントサウルスをイメージしていたが、本作ではティラノサウルスをイメージしたデザインとなっている。初期デザインでは、殻の頭をしていたり、くちばしのある恐竜として設定されていた。このデザインは、サタデイイブニングポストに掲載された。一時期は、怪獣が、 放射能性の炎を吐くことが検討されたものの予算の関係で却下されたサタデーイブニングポストにはそのままデザインが掲載されたこの能力が後のゴジラの放射加炎、放射熱線に影響を与えたのではないかとする説もある楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください